ハイサイ、ハイタイ、ハッシュペアです。イエーてなわけで本日は、はい、生理中の彼女に対する男性の本音について今日はちょっとね話していきたいと思います。ほう、まあこの生理はこう女性がなるじゃないですか、うん、でこのまあハニーちゃんも今までこうね生理の話とかをいろいろとしてきてくれたと思うんですけども、はい、今回はですねこの生理に対するちょっとしたこう我々がこう彼氏立場というか、うん、彼女目線じゃなくてちょっと彼氏目線、うん、男性目線からのちょ一言ちょっと伝えたいことがありますので、それをちょっとね話したいなと思います。怖っ。はい、それではやっていきましょう。レッツクリック。一つです、はい、まあ、これみんながみんな思ってるかわかんないですけども、うん、生理ということをね伝えてくれないとわからんってことです。そうなんだろう、まあ、女性側がどう思ってるかによると思うんだけど、うん、そうなんだろう、そう彼氏に生理中きついから気遣ってほしいとか、もっとこうしてほしいとか、うん、なんか生理きついのにとか言う人もなんかほら中にはいるじゃない、うん、でもそれって願望なだけで、うん、言ってくれないと男子は分からんし、うん、なんならその症状になったこともないんだから、うん、どういう対応していいかっていうのは本人しか分かんないんだよ、うんうん、だから言えよっていう。なるほど。そう、ハニーちゃん結構言ってくれるから、そうハニーちゃんは言ってくれるから、そうなんだろう、気を使えるし、何か買ってきてっていうのだったら買ってくるしやるんだけども、やっぱその言わずに気使えよっていう人も中にはいると思うんですよ。なんだよ、私に言ってんのかと思って。あ、じゃあハニーちゃんには言ってない、ハニーちゃんには言ってないです。私言ってたけどな、何なんだろう。あ、ちょっとハニーちゃんに言ってるわけでは、ハニーちゃんに言ってるわけではなくて、うう世間でそう気使ってよって思ってる人はそもそも生理っていうことを伝えてないんじゃないのっていうことでしょ。そう、男子からしたら分かんないよっていう、生理なんて男子は分かんないよっていう。なるほどね。そう、もう根本はなんかこうやってほしいことをしっかり入念に伝えるっていうのがやっぱ大事かなっていう。うん、生理に限らずだと思うけどな、これは。まあそうね、うん、うん、なんで分かんないのみたいなのでトラブル起きるじゃん。あ、それはまあどっちもだよね、それは。そう、うん、なんで分かってくれないのっていうのは、その人がこれは嫌だっていうことをちゃんと伝えてないからそうなるわけじゃん。そう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 、そうだからまあ普通に人間の関係性的にそうだよね。まあそうだね、そうだね、言えよっていう感じ、ね、うん、そう言えよっていう、最終的に、まあ、生理だけに限らずね。そう、まあ、これ生理に関しては男子が経験しないから、女性にはなんかそうしてほしいっていうのがあるんだったら伝えてよっていうお話なんですよ。むずいわ。いや、なんか生理の時ってさ、別に何してほしいとかではないんだよ、女の子は、うん、そう。だけど何かなんていうのかな、いつも通りのことをしてくれててもイライラすんのよ。そう、だからそれはもうだから男性からしたらはじゃないですか。そう、生理だからとかそんなのは知らん、男性からすると。かわいそうに。そう、だからなんだろう、イライラしやすいとかも伝えるとか。なるほどね。いや、そういうところで、そういうところ。前もって今日生理だから私イライラしやすいからって伝えときなってこととか、やっぱその、うん、だからその人その人で違うんだけど、うん、だからそのなんだろう、本当に気を使ってほしいとか分かってほしいって思うんだったら、うん、ちゃんと伝えておいた方がいいよっていう。なるほど。そう、うん、思うんですよね。ハニーちゃんは伝えてくれてるけどね。伝えてます、ね、片っ端から、片っ端から事細かく伝えてます。今日イライラしてる、もうずっとイライラしてる、ずっとイライラしてるから、もうずっとイライラしてる、なんかもう些細なことまでイライラする、なんかペットボトルのキャップが閉まらないだけでもイライラするからね。いや、ペットボトルが閉まらないのは完全にもうお前の指のせいだろ、ね、ちゃんとこうゆっくりやれば閉まるからみたいな、まあ、そういうちっちゃいところからもう全部イライラしてたりもするんだけど、そう、男性からすると気使ってほしいんだったら言ってほしいなっていう、なんかイライラしてなんかハッてなるんだったら言ってほしいなっていう、うん、そうそうそうっていうところがありますね。なるほど。はい、てなわけで本日は生理中の彼女に対する男性の本音ということで、まあ、言えよっていうことをちょっと伝えたんですけど、別にそんな悪いことではないんだけどね、うん、そのなんかやっぱ伝えきれない人もいるのかなっていう、うん、そのくせやっぱ気遣ってほしいと思ってる人とかもいると思うんで、うん、変に気遣わせるんだったらちゃんと言おう、ちゃんと伝えましょうっていうことですね。なるほど。人間関係にも含め全部ですけどね、はい、まあ、何事も言えよっていうことですね。うん、はい、承知しました。お願いします。言います。はい、何でもかんでも事細かく言いますね、はい、シュータリン。ああ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、はいはいはい。てなわけでこの動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。はい。言えよって思ってることある？じゃない。ないんかーい。びっくりした。私が怒られてんのかと思ってた。いや違う。別にハニーちゃんに対してじゃない。なんで肛門から行った方がいいよって言ってた。心当たりないなみたいな感じ。